それだけではレッスンもの時間です。今日の解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんです。進行竹の上でお届けします。瀬戸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の競馬も始まりました。非常にいいお天気でレースが今日は行われました。ちょっとまあ暑さというところもなかったんですが、私今日半袖だったんですけど、服装悩まされますね。いや、ね、うん、もう一時寒くなったかなと思ったら、この週の初めぐらいからね、はいはいはい、ちょっとまあ、暑いとまでは言わないものの、うん、こうもう本当半袖が恋しいぐらいの ね、 そうですもんね、感じですよね。瀬戸さん、よく服悩まれて失敗したってよく言うてません？そうですね。うちの場合ね、もう夏物を片付けられたら二度と、うん、1年経つまで出てこないんでね、もう我慢するしかないんですけど、なかなかね、ご家庭によって事情が違いますからね。そういうことがあります。ということで、レースの展望今日も参りたいと思います。その中は木曜日の競馬、10月15日12レース行われます。メインレースは重賞レース兵庫若駒賞です。まずはこのレースからいきましょう。来年のダービーに向けてというところで、未来優秀2020、兵庫県は兵庫若駒賞が重賞レースとして組まれています。12頭立てご覧のメンバーです。では瀬戸さんの印ご覧ください。こうなりました。4番つむたい残願2002勝、前回がやはり能力の高さを示したいい内容のレースでしたよね。いや、本当おっしゃる通りでね、うん、まあ、いかんせん2歳のまだこの時期なんでね、はいはい、まあ、男馬と女馬でそんなに差はないだろうというのはあるんですけども、うん、はいはい、やっぱりまあどの馬にも言いますけど、やっぱりまだねこれからの馬なんでね、うんうん、なかなかこう判断の指標といいますかね、基準が難しいんですけど、うん、まあ、そんな中このツムタイザンの前走というのは、はい、まあ、ただ単にね距離延長を克服したというだけでなく、うん、まあ、折り合ってからのあの弾け方というんですかね、はいはい、瞬発力、うん、あれはまあ大山調教師も言ってましたけど、本当まあちょっと自信をね得る勝ち方だったということで ね、もうもちろんその後はここ一本ということで、はい、まあ、さらに距離は伸びるんですけどね、うんうんうん、まあ、前走ね、専用あのクリアの仕方であれば専用がどうこうっていうことはまあないと思いますしね、はい、うん、やっぱりここはまあね、あの勝ちっぷりに惚れて、うんうんうん、本命ですね。あ、そうですか、はい、勝てば無敗の重賞勝ち馬ということになります。3戦3勝なるかどうか。それから対抗 G1 アイルビーゼア、こちらは前回牝馬限定の園田プリンセスカップ、まあ、うまく立ち回っての未着という成績でした。そうですね、まあ、最内枠でね、うん、まあ、勝った馬ちょっと強かったというか、そうですね、強すぎたんでね、はい、まあ、それでもね、まあ、その気でいければこう鼻争いするぐらい、うん、そのぐらいのスピードは感じたということですし、うんうんうん、まあ、内容としてもね折り合っていいレースでしたから、センスは十分感じましたしね。やっぱ北海道の馬というのは早い時期から鍛えられてますんでね、まあ、あの北海道デビューの馬ですね。そうですね、やっぱりその辺のこうなんていうんですかね、貯金というとなんですけど、こう蓄積されたものがね、うんうんうん、やっぱりまだまだあると思うんでね。なるほど。今日はちょっと外目の枠に回りましたけどね、うんうんうん、まあ、対抗格無論こう逆転も視野に入っての馬ですね。はい、それから3番手2番セノチェリー、こちらは園田プリンセスカップ4着という成績でした。はい、これをどういうふうにご覧になりましたか？そうですね、まあね、アイルビーゼアと一緒のレースで、うん、まあ、先着を許しているわけですが、はいはい、まあ、こちらちょっとレース間隔空いてましたしね、うん、馬体の成長を促しながらということ で 1、2コーナー不利もありましたんでね、はい、で今回はちょっと見事に前走時とは枠順ちょっと内外入れ替わってますし ね、はい、まあ、使った上積みというのもあるでしょうし、うんうんうん、まあ、序列の上では3番手ですけども、まあ、この2番手3番手はもう入れ替えてもいいかなという思うレベルですね、うん、僕の中では。はい、それから3番スマイルサルファー、9番シェナキングにも印が入りました。はい、この辺もね、まあ、なかなか序列としてね大きな印入れにくかったんですけど、怖いですよね、うん、スマイルサルファー特に前回ねリフレッシュ上げでちょっとスタートねちょっとリズム合わなくて、まあ、それでもね、3着来てツムタイザンより上がりタイム早かったですからね。あ、そうですもんね、まあ、それだけではね、逆転もとまでは言えませんけど、その後さらに良くなってるということなんでね、うん、やっぱり連勝中のナットグレースワンを降りて大山騎手こっち選んでますしね、いや、それなりの期待感はあるんだと思いますね。なるほど。でシェナキングもね、うん、認定競争で勝てないと、うん、
とはいえ、まあ、馬券圏内来てますし、まあ、やっぱりこう追い込みっての、ね、客室がちょっと災いしてるんですけども、まあ、でもこのメンバーでもあれぐらい追い込んできても全く不思議はないんでね、うん、両馬場前提でちょっと狙ってみたいですね。他にもね、素質番もいますので、手を広げたいところですが、印は5頭ということで、挙げていただきました。それでは瀬戸さんの買い目ご覧ください。あ、もうここは4番のつむたいさん1着固定で狙うということですね。1着固定にしました、まあ、あの、うん、逆転の可能性のある馬もいるとは思うんですけどね、うん、まあ、印入れてない馬でも怖い馬結構いるんでね、 あまり手を広げてもと思いまして、なるほどなるほど、思い切って頭固定でいきました、うん、そういうことですね、まあ、絞ってという形で挙げていただきました。兵庫若駒賞についてまずお話伺いました。それでは10レースいきましょう。今度は地取り日本一の徳島阿波踊り杯です。12頭で争われます。では瀬戸さんの印です。ここは11番アンタイウスに本命打たれました。もともと格から言いますとこの B1 クラスでは上位は間違いないところなんですが、ちょっと勝ちきれていないですよね。そうですね、まあね、まあ、前回は、ね、結果論ですけど、ちょっと内枠がこうあだになったというか、はいはい、普通は、ね、差し馬内拉致沿いで足を溜めてというのが、ね、うん、いいパターンなんですけど、まあ、もろになんていうんですかね、終始砂をかぶりまくって、はいはい、まあ、嫌がってね、本当足使ったのは最後直線ぐらいでね、うん、まあ、それでもしっかり伸びてきましたし、まあ、何よりやっぱりこの馬最近勝ってないとはいえね、一緒に走ってるメンバーが全然違いますんでね。そうですね、うんうんうん、そのあたりから、ね、寸法を測っても今回こう外枠で、ね、前半ある程度の位置取りやすいんでね、うん、まあ、ここはもう負けられない一戦と言ってもいいと思いますね。そうですか、はい。それから対抗4番のオールデンとなりました、はい、あのやっぱり、ね、吉村騎手乗り出して馬がちょっとこう変わってきたというかね、ほうほうほう、ゲート出てもガーンと行き出したんでね、うん、いや先行力を生かせればアンタイウスを慌てさせるシーンもあっていいと思いますね。うん、でエイシンバラリンという馬もね、はいはい、ちょっと気が悪いんで今回ブリンカーを試そうかということなんで、ほうほうほう、能力はあるんでね、うん、やっぱり要注目、うん、まあね、本当単穴本当まとめて任す可能性も秘めた馬ですね。そうですか、はい。あと当選シルバーもね今いいレースしてますんでね、うん、前回はちょっと戦7やっぱり合いませんでしたね、うん、まあ、この戦4に戻せばそれなりにまとめてくるでしょう。でまあ、アナトーにおすすめなのは、まあ、9番ケンゴッドですかね。ほいほい、うん、まあ、正直海のものとも山のものともというところはあるんですけどね、なかなかこう馬体とかいいものを持ってるんでね、はい、園田の小回りが合えばですけどね、おそらく馬場が悪くなることはないと思うんでね、はい、力のいる馬場ならちょっと怖いなという気がします。ほうほうほう、そうですか。ということで上位5頭を挙げていただきました。それでは瀬戸さんの買い目をご覧いただきましょう。ここも11番アンタイウス、このメンバーならばしっかりと勝ち切ってもらいたいというところですね。もうね、まあ、本当やっぱ客室的なものありますけどね、はいはい、もう勝ってくれないと困りますね。あ、そうですか。11番アンタイウス1着固定で相手に4番5番6番9番というところ。そうですね、本当9番ケンゴットはね、あの条件的には十分チャンスのはずですからね。そうです、あのやっぱりね、南関東からの移籍は、うん、まあ、近況とかにあまり関係なくね、はい、気配が良ければ初戦ちょっと、うんうんうん、抑えておきたいですね。そういうことですね。かなり人気薄ならば後輩通りになりそうですからね、ご注目ください。ということで今日も2つのレース展望してまいりました。メインレースは兵庫若駒賞ということになります。あのこのところで交流戦、他地区との交流でしたので重賞競争、この兵庫だけのレースというのが、まあ、久々にもなりますので、他地区の馬には語れないということですよね。うん、でもどうですかね、もうちょっとこれね、うん、あの結構難解なレースじゃないかと思ってますけどね。なるほどなるほど、はい。まあ、あの本命積む大山で頭固定されましたけども、かなり難解と、まあね、まあ、しましたけどもね、うん、どうとでも切り口一つでどうとでも狙えそうな気がします。うん、そうですか、はい、楽しみください。今日は大阪スポーツ瀬戸晴人さんの解説でした。どうもありがとうございました。失礼しました。その中ではこの後ご覧の日程で行われます。どうぞお楽しみください。